アミューズボイスアクターズチャンネル。はい、船戸ゆりえです。よろしくお願いします。そして今日のお昼ご飯はキンパ富田美優です。よろしくお願いします。はい、磯部かりんです。お腹が空きました。こんな感じで始まりましたが、イエイ。今日はね、去年かな、去年、うん、分かってます、大丈夫。去年、うん、私とかおりんと、はい、ひなたちゃんかな、はい、の3人が、はい、突然ドッキリを受けたんですけど。なるほど。そう、その企画なんだか分かりますか？はい、うん、カバンの抜き打ちチェックってことで、ま、普段とか持ち歩いてるもののカバンの中身チェックわーっていうことで、早速やっちゃいたいと思いますが、はい、どっちから行こう？あ、もう私から行こう。ちょいそういうこと言う。お願い。そういうこと言う。お願い。あの、今日若干ね、今日の収録ね、ふわふわお姉さん2人に挟まれて若干の不安があるんだよそんなことないよいや、きっとみゆちゃんは素晴らしい鳥高のカバンの中身だと思うの、うん、そう出た、みんなそうやって一番年下に押し付けるんだからやだやだ、うん、お願い。どうぞ。やったってことで、はい、かりんちゃんのカバンの中身抜き打ちちゃん、イエーイ。ちょうどなんかアニメの台本とか入りますサイズです。え、これはどういう風に紹介するの？もうね、前回はね、洗いざらいすべてなんか話によると財布の中まで見られたみたいな。プライバシーどうなっとんの？ちゃんとこのポーチとかじゃなくて、これ事務所のチャンネルだよね私的にな、いつものセット。財布も小さめだね、うん、ちっちゃ。これそのお財布何入ってるの？え、何も入ってない。何も入ってない所持金があるの？何それ、生々しい。これガチ出しますか？生々しすぎない何それ、うん、36,000円。ちゃんと入ってる。ちゃんと入ってる現金派です。自分がどれだけ使ったか分かるから基本現金派。この情報いりますあとはあのアルコールとかね。あー、大事。どっちか。こちらどっちかが入ってます。なるほど。綺麗綺麗とビオレ。え、こだわりは特にないけど液体か液体じゃないかだと思う。ウェットティッシュも使いやすいし、やっぱプシプシもねいいよっていう。なるほど、プシュプシュっていう派なんだね。もう今日の MC よ、ちょっとあとは、うん、今日はメイクポーチを持ってきていました。あ、でも本当荷物少ないな。あとは、あ、そうそう、このセットですね、私。あ、キーケース。この3つ、キーケース、家の鍵、うんうん、あとエアポッツ。これはでもポケットですね、大体、うん、今日のためにカバンに入れました。ケース入れない派なんだね。え、ケースね、うん、私がハムスターだと思って買った柴犬のケースがあったんだけど、うんうんうん、こっちに顔がついてて、こっちに胴体だったの、うん、気づいたらなんか顔だけなくなってて、怖い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 。だからもういいやと思って、なんかちょっと怖いからそのままね、うん、そのまま。で、こちらがいつものセットです。あー、身軽。これが今日のためのあ、でもこれも入れるか。はい、おしまい。おー、ちなみにポーチの中身は？え？見られる見られる。え、そんな感じなの？みんな知りたいよ。需要があるのこれ？あるある、みんな知りたいよね。あるの？ね。そうなんだ。はい、これです。そんなに綺麗でもないです。めっちゃいい女のバッグって感じ、うんうんうん、やった
素晴らしい、貴族なので。出た出た出た、貴族なので。貴族なので。手帳とかもないの？あ、手帳を持たないかも。うん、たまに。娘の記憶に残ってるのは、船戸さんの手帳になるゲームの攻略が匂ってる。めっちゃ恥ずかしい。表紙に書いてたやつ。ね、いや本当に抜き打ちだったから。まあそうね、うん、そう油断してましたね、うん。はい、おしまい。素晴らしい。素晴らしい。おしまいです。続いてみゆちゃん。モイターです。私逆に荷物多いんだよな。ノートバッグ、水でしょ。 お水。スマホでしょ。スマホで、あとアルコールティッシュでしょ。お、しっかり除菌。あ、セブン&アイ派なんだよ。そこまで見られる。まずエアポッツ、これかわいいの。え、めっちゃかわいい。ポケモンセンターで買いました。めっちゃかわいい。そこで買ったやつですか。コリンク。ポリンク。コリンク。コリンク。そう。え、めっちゃかわいい。超かわいいのこれ。めっちゃかわいい。あの前まであのメタモンのエアポッツケース使ったんですけど、うん、そのメタモンの顔がどん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 ハゲてきちゃって、みんな顔がなんかどっかいっちゃうんです。最近はコリンクで。かわいい。かわいいんですよ、それ。こうお尻、お尻見て、お尻がかわいいから。かわいい。そう、かわいいの。超かわいい。で、あとはハンドクリームでしょ。ああ。あと、ハンカチ。そう、これね、ビビアンのハンカチなんですけど、これ、小川葵さんとお揃いでーす。そう。あの前、アボさんの番組に出させていただいたときに、ちょうど時期が確かクリスマスの時期だったからっつって、うん、スタッフさんがプレゼントでくださった。いいね。おしゃれ。で、あと、あ、これは乾いた乾燥気になるときに顔にファーって振りかける化粧水なんですけど、これは去年の誕生日の時にマネージャーさんたちからもらいました。あ、使ってます。使ってます。ありがとうございます。ちなみにこのシャネルのリップクリームもあのマネジメントの方からいただいてありがとうございます。あと香水。これはあの山根あやちゃんからタンプレでもらいました。いい匂いするで。かわいい。そう。あと財布と。お財布でかくない？いや、あの長財布が好きなのよ。うん、え、で、めっちゃ分厚くない？分厚い。かりんちゃんのと比べた時の差が。え、見て見て。仕事の時はこれ。うん、え、何入れてるの？いや、でも本当に普通よ。そもそも分厚いんだ。現金でしょ？小銭でしょ？で、あと、まあ、診察券類。うんうんうん。ちょ、個人情報なんでちょっと。そう、2万6000円ですね。あとキーケース。あ、おそろっち。そう。キーケースでしょ。うんうん。このキーケースとさ、かりんちゃんのお財布が同じぐらい。確かに。もはや、もはや。え、ほんとにそうかも。そう、ほんとだ。お財布の方がちっちゃいかもしれない。マジで。私のキーケースじゃめっちゃちっちゃいのかな。あ、そう、そうかもね。あ、そうかも。本当だ。あと化粧ポーチも私そのこれ顔出しの仕事の時は持ってるけど、いつもなんかそのアフレコだけとか顔出さない仕事の時は、そう、これね、タンプレでファンの方が作ってくださったんですよ、琥珀のポーチ。めっちゃかわいい。そう、ちゃんとご丁寧にお手紙に無断転載してごめんなさいって書いてあったけど、この場合はいいです。あの普段の無断転載はダメだぞ。私このこっち気になっちゃったんだけど、 これなんかガチャガチャでやったメロンパン。うん、これ可愛くない？そう、ちゃんとパン止めるね。かわいい。あれもついてんの。すごい。なんか化粧を落とすやつでしょ。ビオレだ。あと粉。あ、あのフェイスパウダー。そう、目薬、リップ、あ、ちょっと汚い。リップでしょ。でもそんなもんかな。うん、あんまおもろいものはない。以上。以上。もう出してないのない？ない。本当？うん、うん、以上です。だって物ってさ、そんなにいらなくないですか？
以上、みゆちゃんとかりんちゃんのカバンの中身抜き打ち調査でした。イエーイ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。やったー、バイバーイ。またね。実はなんか粉も散らばってましたとかない？いや本当にね、綺麗よ。あ、ちょっと待って、琥珀の毛入ってた。ちょっと待って。白い琥珀の毛が、白い一本入ってた。毛が入ってる。